はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は、はい、プライズね、ドラクエの逃げるはぐれメタル。そう、これね、去年、ツイッターかなんかで見て、めっちゃ欲しいと思って、ゲーセン探し回って、ようやくね、見っけて、取りました。結局ね、3000円くらい超えちゃったかな。めちゃくちゃきつかったです。なんかね、人気のある景品ってめちゃくちゃ難易度高くなるけどね、途中までやったらもうなんか引き返すことできなくて頑張った感じ。なんかね、センサー付きのフィギュアでなんかそのままね逃げるらしい。これがセンサーなのかな。近づくと逃げるんだって。捕まえられるかなっていうね。はい、センサー付きのはぐれメタルで、中はというとこれね、はぐれメタルを倒した1万50ポイントの経験値。これドラクエナンバリングいくつの経験値だろうね。センサーフィギュア反対側もあるのかな。はい、あ、はぐれメタルは逃げ出した。ゲーが細かいな。はい、そんなわけで見ていきたいと思います。わー、テッカテカはぐれメタル。おー、綺麗なはぐれメタルで、あ、こうなってんだ。あ、でもこれあれか、このシャフトの軸、平行じゃないね。ちょっと斜めになってるから、まっすぐ逃げるわけじゃないんだ。ちょっとカーブしながら逃げる感じ。ちょっと電池入れていきましょうか。単4電池3本か。3本も使うのか。あ、それだけ早いのか。ちょっと待って、はぐれ見たらこれ何のパーツの流用なんだろう。ホイールなんだけど、ホイールがあってタイヤ、なんか車系のプライズのなんか金型の使い回しなのかな。なんでこれホイールがしっかりあるんだろう、キャストホイール。はい、では電池入れていきましょうか。はい、単4電池3本でネジ止め。この状態で、電源ね、オンオフあんだけど、オンにするとこれで起動か。はい、近づくと逃げるんだって。逃げない、あれ、明るいからダメなのか、あれ、逃げないぞ。おっ、めっちゃびっくりした。何何何、なんで急に反応した。この LED は何や、なんかめっちゃ速かったんだけど、ちょっと近づいて、ああ速い、マジか、超速い、すげえ速いんだけど、はぐれメタル、これは確かに速いわ。でもこれ本当に勢いよくいくからぶつかるね。電源入れた状態で拙者だとすぐ逃げる。しかもめっちゃ速い、すげえ速いんだけど、カメラが近づくだけでも逃げる、すげえ速い。しかもガンガンぶつかるっていうね。正面から撮りたいんだけど、あ、来た来た来た、いい感じ。ああ、まあ捕まえたから、あとは清水ぶっかければ。しかしこれすげえ速いな、めっちゃタイヤが速くなる。ちょっと卓上で遊んじゃダメなやつだこれ。いや、でもこれどっかで広い体育館とかで遊んだらめちゃくちゃ面白いんじゃない。センサーがずっと反応してる。これめちゃくちゃ速くタイヤが回るね。これはい、そんなわけで今回の動画は簡単でありますけど、はぐれメタルでしたけど、今すごいガン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 あちこちぶつかってたんだけど、面白いなこれ、めっちゃ早く逃げる。面白いこれ、ちょっとどっか広いところでやりたいな。いや、でもね、間違いなくこれ道路で遊んじゃダメなやつ。道路だと本当にね、車に踏まれるとか、なんか事故の元とかですごい危ないんで、もう本当ね、屋内でできれば本当広いところでね、みんなでね、こいつを捕まえたらみたいな遊びとか面白そうなんだけど、とりあえずは早いわ。いや、でもこれ本当に面白い。はい、そんなわけで以上、トヨハピでした。ご視聴ありがとうございました。めっちゃ早いわこれ。はい、ちなみにね、取説なんですけども、まあ、LED が消灯が電源オフで、点滅が本体準備中で、点灯が動作中で、角度がね120度で、上が60度まで。あ、遊ぶのをやめるときははぐれメタルを壁側に追い込み、人感センサーの反対側の後ろから捕まえてください。ああ、逃げ回るはぐれメタルは無理に追いかけないでください。まあでも追いかける
もんだからね、ハグレメタルは。そう、経験値欲しい人にとっちゃ。でも、ね、本当にこれ遊び方気をつけないとね、すごい勢いで飛び出していく。で、電池が、耐用年3本で連続動作時間が、100分か。結構持つんだね。はい、そんなわけでハグレメタルでした。